裕っす。あ、お前余裕？余裕っす。ゆうたろ余裕なの？体強いんだ。寒い？まだいけるよ。本当に？まだいける。いらん、まだかじかんでないから。まだ大丈夫？まだいけますから。最後いける？余裕っす。全然余裕っす。余裕余裕余裕？じゃあ大丈夫。まだまだ足りないっすね。ほんと物足りない。トンネルは暖かいの？めっちゃ暖かい。いいじゃん。寒い。寒い。それ寒いじゃん。ちょっと。いる？はい。浜松到着。今から寒いということで、防寒具こちら見てください。はい。バイスから出してる、防寒具とあとガントレットとかを、かけた。防寒具争奪じゃんけん開催です。イエーイ。はい、じゃあルールを説明すると、まず3人でじゃんけんをして、勝った人が2個アイテムを取れます。で、2番目に勝った人は1個だけ取れて、3番目の人は、1枚没収、1枚没収ということで地獄の、静岡まで50キロが始まるっていう。じゃあね、そんな勝負をかけたじゃんけん、一発勝負でいいの？一発勝負でいい。一発でいい。じゃあ一発でいこう。あ、じゃあちなみにまず何が欲しい？ゆうたろうは。僕は、パンツと、ベストか、あのミトンのグローブ。グローブね。とパンツね。はい。で、最後は？僕は手袋とベストですね。ああ、なるほどね。え、ジョーは？自分のパンツと手袋。全然上着んやん、お前。ポーチジャケットで一番上。じゃあみんな一緒な感じだね。パンツがいいの？そうですね。下が寒い。下が寒い。下が寒いの。じゃあ、ということでね。どうだろう？ジャケ行きましょう。絶対勝つね。どういうことしよう。どういうことしよう。最初はグー。じゃんけんぽい。しょーやばい。これ別にパンツ脱いでます。パンツ。パッチ1枚。パッチ1枚脱ぐ。パッチでバイク乗るってことですか？パッチ1枚脱ぐか、上脱ぐか。これ。中のレザー脱ぐか。これ重いんで、ちょっと身軽に。じゃあこれ募集だ。はい、これ募集。やばいで。じゃあ、ジョーからさ。ジョー2つ。パンツと、おグローブ、ガントレット。いただきました。おめでとうございます。大体いいですって分けるし。じゃあ最後は、あ、僕選べるんですか？1個選んでいいよ。じゃあ、手袋を選べる。いきます。みんな手と足が寒い。じゃあそれで次の静岡まで試してみて。ドア1枚ヘッドつけて。お前大丈夫でしょ？気合いで、ここ熱いんで。よし、じゃあ行ってみましょう。レザー残すってことでいい？はい、ダウン捨てます。はい、じゃあレザー残しで。でも2枚武器って暖かいらしいからね。空気のそうか。あー、溜まるんじゃん、やっぱそれ余裕で履ける人だ。俺のだと、うわー、あったかい。なんで手袋チョイスした
いやちょっと手あったかいって言ったあ、そういうこと見た目がね、なるほどね。とりあえず到着までそのアイテムは持ってていいから。あ、ありがとうございます。え、到着まで俺これ一枚。いや次、静岡でもっかつ、もっぱつやるわ。もっぱつじゃんけんで。暖かそうだね。暖かいで。暖かい。行きますぜ。暖かいで。早いね。あったかい。めっちゃあったかい。手袋余裕？余裕。ズボンは？ズボン最高。あ、ダブルバキ。早いな、ちょ。結構。寒い？めっちゃ寒い。限界。何それ？何そんな？薄くない？まあでも厚いハーフがあれば薄着でもいけるってこと証明できたと思います。あったかいです。あ、いい。めちゃめちゃいい。本当。はい。あ、ちょっとそっちがいいの。あ、こっちっすね。本当。ダウンタスこっちっす。お、そう。やったじゃん。はい。第2回、じゃんけん争奪大会ということで、一旦アイテムを返して、最後の区間50キロ、これかけてじゃんけんします。え？1位が、じゃあ次は3つ。で、2位が2つ。どれが1個脱ぐ。脱ぎましょう。脱ぎましょう。脱ぐ脱ぎましょう。アホだこいつ。よし。本当にいいのいいですよ。やっぱりましょう。勝つだけなんで。勝てないだけの話なんで。じゃあ、3個2個マイナス1。3、2、マイナス。はい、じゃあやる？やります。じゃあちなみに何が欲しいだろう。僕は骨骨がかっこいいんで骨骨着てみたいなっていうのと、まあちょっと寒かったらあれなんで、このベスト中に着て上に骨骨。あ、なるほどね。ベスト最後か。僕も骨骨とベスト。あ、その組み合わせね。さっき使ってみてめちゃめちゃ良かったんで、あ、グローブ欲しいな。グローブ欲しいんだやっぱ。はい。ジョーは自分もガントレットに最強だなと思って、ガントレットとネックウォーマーと。あ、試してみる。全然上金やん。全然上金じゃん。ぶれへんな。じゃあお願いします。一発勝負。一発勝負。最初はグーじゃんけんぽい。うわー、もうやばいって。頑張ってください。ちょっと待って、今最後が1位。1位。最後3つ。最初はグッジャケン、ほい。よっしゃー。やばいやばい。マジでやばいっす。じゃあ、まずじゃあ最後から3つ。はい。じゃあ、今度こっちのドラム使ってみる。あ、そっち行ってみる。はい。で、ベストと。これで、はい、じゃあ来てください。頑張ります。ゆうたろうは？僕はタキさんが最強って言ったから。あ、 B11 だ。それマジでやばいから。もうさっきはもう寒かったんで、もうこれ着てもう上はとりあえずあったかくして。
もう一個何にしようかな。あ、ジョーがパンツめっちゃいいって言ってたんで、ああ、パンツいく？岩井履きで行ってみます。僕はちょっとパッチで、パッチで走ってみようかなと思います。ズボン脱いちゃいます。じゃあお願いします。準備してください、はい。めちゃめちゃ暖かい。完璧、完璧、行こう。え、何どうしたの？やーべー、寒いの？どんなんかなと思って見に行ったらこんなんする。もう こんなん。救済チャンス欲しい。救済。じゃあとりあえずズボンをあげようか。ジョー離脱ということで救済チャンス。この3つのアイテムを、じゃんけんに勝つことによって1個ずつ得られると。欲しい？めっちゃ欲しい。じゃあ最初はグーじゃんけん、はい。最初はグーじゃんけん、はい。うえい。最初はグーじゃんけん、はい。負けた。はい、まず手袋はダメです。じゃあゆうたろう、ゆうたろうに勝ったらネックウォーマーだな。よし、これは欲しい。最初はグッ、じゃけんほい、しょ、ネックウォーマーゲット。じゃあ最後、俺に勝ったらアウターゲット。最初はグッ、じゃけんほい、最初はグッ、じゃけんほい、よっしゃ。2つゲット。ここやった。いや、アウターはこれは最初から着てて欲しかった。確かに、なんで来てないの？アウター最強。どうしたの？寒いの？すごい。寒いとかじゃないですもん。何？ここまで来た。ゼロ度だもんね。マイナス4って書いてあったさ。マジで？道にマイナス4。冷蔵庫やん。やば。え、何？寒いの？やばい。え？もう手取れるっす。なんでグローブしてないの？どういうこと？やばいやばいやばい。疲れ。ついたね。しかも疲れ。高速降りてからの方がやばい。本当にやばい。高速余裕やったんや。道の途中。鹿見てない？あ、鹿見たっす。なんか真っ黒です。俺が19の頃だから23年くらいなんだよ。踊っとるがよお前。